シェパーズ・ブッシュは、ロンドン西部、ハマースミズフラムロンドン特別区にある地区の一つ、チャリングクロスから西へ4.9マイルほどに位置している。住宅地がほとんどを占めているが、シェパーズ・ブッシュグリーンの商業集積は地域の特徴となっており、その北側には、ヨーロッパ最大の都市型ショッピングセンターである、ウェストフィールド・ロンドンがある。 また南側には小規模なショッピングセンターであるウェスト12があり、スーパーマーケットや映画館、トレーニングジムなどが入っている。主な通りとして、アックスブリッジロード、ゴールドホークロード、アスキューロードがあり、それぞれ多数の小規模な大部分は個人経営による商店やパブ、レストランが集積している。シェパーズブッシュにあるスタジアム、ロフタスロードは、 クイーンズパークレンジャーズ FC の本拠地である。この地区は南から南西はハマースミス南から南東はブルックグリーン、東はホランドパークを経てノッティングヒル、北はウィルズデンとハールズデン、西はアクトンとチジックと境を接している。近傍な高層建築から見下ろしたシェパーズ、ブッシュグリーンこの地区の中心にはシェパーズ、ブッシュグリーンという およそ8エーカーの三角形の緑地があり、近畿や商店街に囲まれており、北西の角にはウェストフィールドのショッピングセンターがある。グリーンは地域における道路網のハブとなっており、グリーンにより西側から4本、東側から3本の道がホランドパークラウンドアバウトに集中している。このためバスのネットワークの重要な結節点となっており、18路線のバスが乗り入れている。 ロンドン地下鉄の駅は、セントラル線のシェパーズ、ブッシュ駅とホワイトシティ駅、ハマースミスワンシティ線のシェパーズ、ブッシュマーケット駅、ゴールドホーク、ロード駅、ウッドレーン駅と、両線合わせて5駅が置かれている。シェパーズ、ブッシュの東園は、物理的に移動を妨げているウェストロンドン線の、鉄路と一般道とは、立体的に分離された自動車専用道路、 ウェストクロスルートによって区切られており、ホランドパークラウンドアバウトと南寄りにある小さなアディソン橋の二つだけが、これを越えて東側に行ける経路となっている。この移動の障害となっている島園の東側には、より裕福な人々の住むホランドパークやノッティングヒルがあり、シェパーズブッシュとはかなり性格が異なる地区がある。ただし、 ラウンドアバウトの北東にあるエドワードウッドエステートは、ハマースミスフラムロンドン特別区の一部であり、特別区当局の運営下に置かれており、シェパーズブッシュとの結びつきが強い。シェパーズブッシュにおける商業活動は、現在では、セントラルセンシェパーズ、ブッシュ駅に隣接したウェストフィールドショッピングセンターとグリーンの北側に沿って並ぶ多数の商店舗が中心になっている。 グリーン北側、アクスブリッジロード沿いの商店もともと1970年代に屋上駐車場や鉄道駅との連絡橋を備えて建設されたウェストフィールドよりも古いショッピングセンターであるウェスト12、シェパーズブッシュは1990年代に大規模な改修を行った。連絡橋は撤去され、現在では数軒のチェーン店と12スクリーンを備えた映画館、ジム、パブ、 レストラン、診療所、スーパーマーケットが入っている。アクスブリッジロード沿いの小規模な商店は、かなりの距離まで続いており、グリーンから南西に向かうゴールドホークロード沿いにも商店が並んでいる。こうした商店の多くは、地元のエスニックマイノリティのコミュニティを相手に商売を、している。ハマースミスシティ線の高架部分の東側に、並行し、一部はその高架下に広がる。 大規模な常設市場である、シェパーズ、ブッシュマーケットは、あらゆる種類の食材、調理済み食品、家庭用品、衣類、古物などを扱っている。2008年10月、ウェストフィールドグループは、ウェストクロスルート、ウェストウェイ、ウッドレーン、A219 によって囲まれた一帯に、ショッピングセンターを開設した。ウェストフィールドロンドンと命名されたこの施設の敷地は、 1908年に普通英博覧会やロンドンオリンピックの会場となったロンドン地下鉄の所有地であった。この施設がある場所は厳密にはホワイトシティであるが地元の住民たちにもシャパーズブッシュの一部であるとみなされている。ウッドレームの BBC テレビジョンセンター内の諸施設に加え、その向かい側、アリエルウェイ一番地には ウェストフィールドグループが所有する2万フィートの建物、ネットワークハウスがあり、2009年9月から、不動産会社、フロストメドークロフトを通して、ゾディアックエンタテイメントに賃貸されている。また、ロックリーロードには16万フィート、シェパーズビルディングには、別のテレビ番組制作会社エンデモルが拠点を、置いており、2010年2月には、ぬいぐるみなどの玩具メーカー、ジェリーキャットが、 本社機能をここに移転した。さらに、この建物には VFX に関わるロンドンの産業に、コンピュータグラフィックス教育などを提供しているエスケープスタジオも入っている。シェバーズ・ブッシュの住宅地区は、主にグリーンより、西、アックスブリッジロードや南西へ伸びるゴールドホーク、ロードの両側に、概ね西方のアスキューロードあたりまで広がっている。住宅の大部分は、 19世紀末に建てられた3階、内し4階建てのテラスハウスで、それが後にフラットに細分化されたものである。シェパーズ・ブッシュは1930年代に建設が始まり、第二次世界大戦後の1950年代初めに拡張された住宅供給組合であるホワイトシティエステートの本拠地であった。住宅開発地となった1908年の 普通英博覧会の会場跡が、かつてのホワイトシティスタジアムの近くであったことから、シェパーズ・ブッシュの北部一帯は、今日では、ホワイトシティとして、広く知られるようになっている。1841年のロンドンの地図。シェパーズ・ブッシュは左端に表示されているが、ほとんど市街化されていない。羊飼いの茂みを意味する、シェパーズ・ブッシュという地名は、シティオブロンドンのスミスフィールドにあった。 家畜市場へ向かう羊飼いたちが休憩するコモンランド、すなわち監修法上そのように利用することが羊飼いたちに認められていた場所があったことに由来すると考えられている。別の説では1635年の時点でシェバーズ・ブッシュグリーンとして記録されていることからこの地域に住んでいた特定の個人に由来する命名ではないかとも言われている。 この地域に人が住んでいた形跡は、鉄器時代にまで遡ることができる。シェパーズ・ブッシュが文献記録に現れるのは、704年にロンドン司教であったウェールデリがフラナムエステートの一部として購入した場所の地名として記されたのが最初である。1841年のロンドンの地図では、シェパーズ・ブッシュはほとんど開発されておらず、 もっぱら農村的性格の場所として表現されており、急速に市街地化が進んでいたハマースミスに比べると、より多く牧草地が広がっていた。住宅地としての開発が熱心に取り組まれたのは、ロンドンの人口が急拡大を続けた19世紀末であった。第二次世界大戦中の炸裂弾の弾痕が刻まれたシェバーズ・ブッシュのある建物の礎石。 1904年、聖霊とセイスティー・ブン・カトリック教会が赤レンガとポートランド石で築かれたサンハフのファザードを要するゴシック建築として完成し、公開された。シェバーズ・ブッシュの北隣には、1908年にロンドンオリンピックの会場としてホワイトシティ・スタジアムが建設され、長く競技場として使用されていたが、1985年に撤去されて跡地には、 BBC ホワイトシティセンターが建設された。同所では、1908年に、普通英博覧会、1910年に、日英博覧会、1912年に、ラテン、英国博覧会、1914年に、英米博覧会が開催された、シェパーズブッシュには、第一次世界大戦中に、負傷兵の治療にあたる、先駆的な整形外科病院として、シェパーズ、 ブッシュ軍病院が建設されたが、これは著名な外科医であったロバート・ジョーンズの尽力によるものであった。1916年、戦時合同委員会は1000ポンドを病院に提供して、その業務を指導させ、1918年にはさらに1万ポンドの資金を提供した。この病院は一般市民からの寄付によっても支えられた。負傷兵のリハビリテーションの一環として、 回復途中の患者を地域の商店などで働かせることも試みられたが、これは患者である兵士たちの間では必ずしも歓迎されなかったようである。ロンドンの他の地区と同じように、シェパーズ物資も第二次世界大戦中には空襲の被害を受けたが、特にほとんど前触れもなく飛来し、無差別に損害を与える V1 飛行爆弾、ブンブン爆弾の攻撃を受けた。 1963年4月13日、ビートルズは BBC での初めての放送を、シェパーズ・ブッシュのライムグローブスタジオで収録した。翌1964年にも、このスタジオでの録音が行われた。スタジオは1994年に取り壊され、跡地には集合住宅が建設された。近年、シェパーズ・ブッシュのバスターミナルとして利用されている建物は、 重要文化財建築物のグレード2に指定されている1898年建設のディムコビルディングを再開発したもので、建設当初はロンドン地下鉄の発電施設を収めていた。ディムコビルディングは1988年の映画、ロジャーラビットで悪名者の工場の場面のロケーションとなり、後に2001年の映画、ハムナプトラに黄金のピラミッドでは、 大英博物館の内部という設定の場面で使用された。2013年3月末、BBC テレビジョンセンターが閉鎖。敷地の一部は歌詞スタジオや BBC ワールドワイドの本部などとして引き続き、BBC が利用するが、大半は再開発の対象となり、新たにマンションやホテル、商業施設などが建設される予定である。シェパーズブッシュには、 オーストラリアやニュージーランドからやってきた旅行者のコミュニティが存在している。この地区の街路名には南アフリカとの結びつきを連想させるものがいくつもあるが、これは防和戦争やホワイトシティの展覧会会場の南アフリカ間の場所に近かったといった事情から南アフリカ関連の地名や人名が付けられたものである。地区内にはポーランド人のコミュニティもあり、 隣接するハマースミスにコミュニティの中心がある。ソマリ人、西インド諸島人、シリア人、レワノン人、イラン人、パキスタン人、バングラデシュ人などもこの地区と強く結びついたコミュニティを形成している。シェパーズ・ブッシュ地区の駅の配置図。現行の駅、計画中の駅に加え、廃止された5駅も表示されている。シェパーズ・ブッシュの中心部には、 ロンドン地下鉄の駅が5駅ある。最も乗降客数が多いのは、グリーンの東の角にあるセントラル線のシェッパーズ・ブッシュ駅であるが、その600メートルほど西には、ハマースミスシティ線のシェッパーズ・ブッシュマーケット駅がある。3番目の駅である、ハマースミスシティ線のゴールドホーク・ロード駅は、グリーンの南西の角の先に位置している。 概ね住宅地が広がるグリーンの西側一帯も、シェパーズ、ブッシュの一部と認識されているが、そこには、ホワイトシティ駅とウッドレーン駅がある。この地区には、バスも18路線が運行されている。ウェストフィールドロンドンのショッピングセンター建設に、伴って、この地区には新たに2つの交通ハブが設けられた。ノーザンインターチェンジは、セントラル線のホワイトシティ駅とハマースミス シティ線のウッドレーン駅を新しいバス乗り場で結びつけたものである。この二駅は歩いてすぐの距離にある。サザンインターチェンジは再開発されたセントラル線のシェパーズ、ブッシュ駅とロンドンオーバーグラウンドとサザンが乗り入れるウェストロンドン線の新しいシェパーズ、ブッシュ駅をこれもまた新しいバス乗り場で結びつけたものである。このウェストロンドン線の新駅は 1940年に廃止されたかつてのアックスブリッジロード駅とほぼ同じ位置に設けられている。この新駅はプラットフォームが誤って18インチ狭く建設されたために作り直しを余儀なくされ開業が当初予定よりも遅れた。シェパーズブッシュはアクトン、イーリング、サウソールを経由してアックスブリッジに至る道路上を走るライトレールとして構想された。 ウェストロンドントラムのターミナルとなるはずだった。しかし、この計画は、バス輸送の増強とクロスレールの拡張の方が、優先されるべきであるという判断から、2007年に撤回された。ロンドンオーバーグラウンド、サザンサークル線、ハマースミスシティ線セントラル線1960年代に人気を博した、イギリスのシチュエーションコメディ、ステップとアンドサンの舞台は、 シェパーズ・ブッシュにあるとされた架空の街路オイルドラムレーン24番地と設定されていた。BBC はかつては数多くの事務所をシェパーズ・ブッシュに構えていたがその大部分は廃止ないし移転してなくなった。かつての拷問ブリティッシュやゲインズボロ映画の映画スタジオ跡にあったライムグローブスタジオもなくなった施設の一つである。サルグレーブハウス、スレショルドハウス、 ユニオンハウス、ケンジントンハウスはホテルとなっている。シェパーズ・ブッシュにおける BBC の施設は現在はウッドレームの2つの大きな建物、すなわち BBC テレビジョンセンターと BBC ホワイトシティに集約されている。BBC ホワイトシティに隣接するホワイトシティスタジアムの跡地には1980年代半ばにメディアビレッジが建設された。この施設は BBC のほか、レッドビーメディアなどによっても利用されている。BBC テレビジョンセンターは、テレビ全国放送の拠点であり、BBC のテレビやラジオのニュース、ウェブサイト、テレビドラマ、軽い娯楽番組などが、ここから放送、発信されている。ブッシュ劇場は、世界的知られた、新作儀曲を上演する劇場である。シェバーズ、ブッシュグリーンに面した位置にあり、 様々な背景を持つ新たな劇作家を見出し、育て、その作品を最高水準で上演すること劇場として国際的にも高い評価を得ている。プッシュ劇場は最も優れた新しい劇作家たちを育てる要蘭と広く評されており、ここから出発した者の,の多くは娯楽産業の業界で地位を確立した後もしばしばこのウェストロンドンの拠点へと戻ってくる。 1903年に建てられたシェパーズ・ブッシュ・エンパイアは1953年に BBC が取得しシェパーズ・ブッシュテレビ劇場と改名した。その後1991年まで長くテレビスタジオとして使用された後名称を元に戻して現在に至っている。BBC テレビは現在もウッドレーンの BBC テレビジョンセンターにあるが もう一つの主要な施設である BBC ホワイトシティは1908年のロンドンオリンピックの会場であった同盟のスタジアムの跡地にある。シェバーズ、プッシュエンパイアは音楽演奏会場であり、デビット・ボーイ、ザ・ローリング・ストーンズ、ニー・ルフィン、ボブ・ディランなど人気の高いミュージシャンたちがここで演奏してきた。ミューズは2006年6月にここで無料コンサートを開催した。 マックスブリッジロード310番地にあるブッシュホールは、1905年にダンスホールとして建てられた、やや小規模な施設である。ここに出演する大部分は小規模なアコースティック系の、これから世に出ていくミュージシャンたちであるが、R.E.M., シザーシスターズ、ニック・ケイブ・ザ・バット・シーズといった有名どころも、ファンクラブのイベントなどをここで開催している。さらに小規模なギングリックは、 ビクトリア朝からエドワード町にかけて公衆便所が設けられていたシェパーズ・ブッシュグリーンの地下空間にある。ここではバンドや DJ、あるいはジミー・カー、アルマレー、ジェリー・サドウィッツなどのコメディアンなどをフィーチャーしたイベントが開かれている。2008年には近い将来に閉鎖されると発表されたが、その後も営業は続けられている。シェパーズ・ブッシュグリーンの生誕にある ウォークアバウト参加のパブ、シェパーズ、プッシュウィークアバウトは人気の高い音楽やライブスポーツの店である。この店はイギリス各地にチェーン店を持つ地球の裏側をテーマとした酒場であり、オーストラリアやニュージーランドの音楽やスポーツを扱い、両国の出身者などにこれらの国々から取り寄せた食材や飲み物を提供している。オーストラリアやニュージーランドの祝日や 大きなスポーツイベントのある日、アンザックの日などの記念日には、この店は特に混み合う。音楽の生演奏は、これから売り出そうというバンドや、オーストラリアやニュージーランドの定番曲や、現在のポピュラー音楽をカバーするバンドなど、いろいろ取り混ぜられている。シェパーズ・ブッシュから世に出た、ロックグループもある。ザ・フーの作品は、1960年代から1970年代に、 かけてのシェパーズ、ブッシュの若者文化が染み込んでいる。伝説的なパンクバンドである、セックスピストルズはギターのスティーブ・ジョーンズがシェパーズ、ブッシュ生まれ、ドラムのポール・クックがシェパーズ、ブッシュ育ちであった。二人はシェパーズ、ブッシュのクリストファー・レン中学校で知り合った。ザ・クラッシュの初期作品にもシェパーズ、ブッシュやウェストウェイの文化が染み込んでいる。 ザリバティーンズやベイビーシャンブルズでフロントマンを務めたピート・ド・ハーティは16歳の時にシェパーズ・ブッシュに引っ越してきた。1980年代のバンドビッグカントリーなどで活躍したベーシストのトニー・バトラーはシェパーズ・ブッシュ生まれである。ブッシュやシンポジウムもシェパーズ・ブッシュ出身のバンドであり、前者の名は地名に由来するものである。 クラシック系の音楽者であるエベリング・レニーやロバート・ステッドマンはいずれもシェパーズ・ブッシュに住んでいたことがある。BBC のコメディシリーズ、空飛ぶモンティ・パイソンの場面の多くは BBC テレビジョンセンターに近いことから、シェパーズ・ブッシュの様々な場所で撮影されている。ホワイトシティのウェストフィールド・ロンドン、ショッピングセンターの一角には、現在はバスターミナルに改装されている。 重要文化財建築物、グレードに指定のディムコビルディングがあり、この建物は1988年の映画、ロジャーラビットでは、悪名者の工場の場面のロケーションとして使用された。2004年春、俳優イワン・マクレガーとチャーリー・ブアマンは、ウッドレーンから入ったブルワーストリートに小さな家を借り、オートバイによる世界一周の旅を描いたドキュメンタリー、 ロングウェイラウンドにつながる旅の準備を進めた。俳優サイモン・ペグとニック・フロストは、以前シェパーズ・ブッシュに住んでいた。イギリスの独立系全国ラジオ放送局、アブソリュート・ラジオで、ザ・ジェフショーのプロデューサーを務めていたネルソン・クマーは、シェパーズ・ブッシュに住んでいることについて、番組の中で頻繁に言及していた。アーサー・マッケンの怪奇小説、A フラグメント・オブ・ライフで、主人公、 エドワード・ダーネルとその妻メアリは、霊的刑事を受けて、ダーネルの祖先の地である南ウェールズのモンマッシャー州へ移り住むことになるまで、シェパーズ、ブッシュの架空の通りエドナロードに住んでいたと設定がされている、ニール・ゲーマンの小説、ネバーウェアでは、主人公のリチャードが、シェパーズ・ブッシュにシェパードはいない。僕はあそこにいた。あるのは、家と店と道と BBC だけだ。 それだけだというと、ハンターは、いるよ。会わないようにせいぜい祈っておくんだなと応じる。ローラ・マーリングの歌、ナイト・テイラーでは、シェパーズ、ブッシュ・グリーンが繰り返し言及される。シェパーズ、ブッシュ・グリーンへの言及は、トレーシー・ウルマンがヒットさせた、カースティ・マッコール作の、You Broke My Heart in 17プレイ説にも現れる。シェパーズ・ブッシュは、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC の本拠地であり、 ホームゲームはロフタスロードスタジアムで開催される。バルセロナオリンピックの100メートル金メダリスト、リンフォード・クリスティは、シェパーズ・ブッシュで育ち、子供の頃はロフタスロードに住んでいた。近くのアームウッド・スクラブスには、クリスティの栄誉を称えて、名を冠したリンフォード・クリスティ・スタジアムを含む、リンフォード・クリスティ屋外スポーツセンターがある。1908年のロンドンオリンピックの際には、 サッカー競技の一部がシェパーズ・ブッシュで開催された。1915年まではシェパーズ・ブッシュ FC という当地を本拠地とするサッカーチームが存在していた。ラグビー・イングランド代表のかつての首相ローレンス・ダラーリオはシェパーズ・ブッシュ生まれである。シェパーズ・ブッシュには1923年に建てられ現在は使用されていないシェパーズ・ブッシュパビリオンをはじめ 数多くの重要文化財建築物がある。ハマースミスフラムロンドン特別区は、シェパーズ、ブッシュ保存地区を設けて、歴史的価値のある地区内の建築物の保存を進め、近隣の性格を改善すべく取り組んでいる。議会庶民委員において、シェパーズブッシュを代表しているのは、シェパーズブッシュ、ハマースミス、フラムを含むハマースミス選挙区から選出されている。 労働党のアンディスローター議員である。ありがとうございます。